皆さんこんにちは。今日はレインボーブリッジの上からお届けしています。今日は車なので湾岸エリアの釣り場を回ってみようかなと思っているのですが、この日は夏休み中の日曜日だったので、どこもすごく混んでいるかなと覚悟しています。しばらく進んでいくと豊洲ぐるり公園が見えてきました。まずは豊洲ぐるり公園に行って様子を見てこようと思っていたのですが、この日は日曜日だったため駐車場がいっぱいで入ることができませんでした。ララポートを後にして釣り場に向かう途中、オリンピック専用道路の上を通りました。今日目指す釣り場は若洲海浜公園という釣り場です。ゲートブリッジを渡るとすぐに公園に到着しました。公園の中を5分ほど歩いて釣り場の方に向かっていきます。園内には芝生があったり、サイクリングができたり、釣り以外にも一日楽しめそうでした。ついに東京ゲートブリッジが見えてきました。ゲートブリッジに続く橋の下はすべて堤防になっているようです。右側にまっすぐ伸びる護岸、こちらもすべて釣り場のようです。釣り具屋さんもありました。店内を見てみます。かなり混雑した中央堤防をゲートブリッジの方に向かって歩いてみます。たまたまスペースが空いていたので少しやってみることにしました。いろいろ試してみたのですが、当たりがないので水中映像を撮ってみることにしました。
それでは見てみましょう。この日は潮の影響なのか、水の中がすごく濁っていて、岸壁沿いにカメラを沈めてみますが、ほとんど何も見えません。水面の方まで上がってくると少し光が入ってきます。人工磯と呼ばれるエリアにやってきました。ちょうどゲートブリッジにつながる橋の真下になっています。私もここで少しやってみます。しばらく粘ってみましたが、釣れません。ただこちらの釣り場、トイレ、釣り具や売店、堤防、岩場、全てを兼ね備えていて素晴らしい公園でした。今回はダメでしたが、このロケーションでまたのんびり釣りがしたいので、また遊びに行きたいなと思っています。